ウェザーミュージックを開けて時刻6時30分を回っています。皆さん改めましておはようございます。この時間もウェザーニュースライブモーニングをお送りしています。引き続き担当は小林里恵奈です。よろしくお願いいたします。はあ、すごいいっぱい文字があったありがとうございます。あ、もう早くも番組も後半戦ということで、ご参加いただいている皆さんもありがとうございます。カラオケに行きたくなるような一曲、大黒摩季さんのラララお聴きいただきました。あの、最近またモーニングの前にはやっぱり声を出すことが大事だなと思っていまして今日はあの発声ちゃんとしてから来たので、声が5時から割と出てた方、まあ、出てないんですけど、まだこう喉を起こせてから来れたなと思って、というのも昨日があまりにももう声帯がお眠り状態でしてちょっと鼻声が治りきってないっていうのもあったんですけど、ちょ、完全にお眠りモードだったのでこれはいけないと思いまして、やっぱり大事だなと思いました。うん、あ、本当ですか、ありがとうございます。全然、あ、そう、ラララいいですよね。音程もちょっと上がるところもあったりとか、うん、女性だと割と歌いやすいキーな気がするので、ね、いいかも、取り入れよう取り入れようと思います。ウェザーニュースキャスターの発声的な感じの研修何一つないので、あの、それよりも大事なことがたくさんある、後回しにしているとかそういうわけではないとは思うんですけれども、やっぱりこうそういった研修を積んで積んでしない人が多いんですかね、こう取られ人材的にそもそもできるって見込まれてるからないのかな、どうなんだろうよく聞かれるんですよ、あの友達とかから、やっぱりこうなん、あえいうえおあおとかやるのみたいなそう、早口言葉とかあるじゃないですか、なんかこうういろうり読むみたいなね、そういうのを研修しっかりやるのかみたいなことよく聞かれるんですけれどもね、やったことはない独学です。でもそれをこうね、頑張ってやろうとする姿勢は、私はこう、なんて言うんだろう、やりたい、頑張りたいなと思ってるので、いいですかね、モーニングはその声を出すというのがあの最初の試練なので、うん、これからはあのちょっと声出すの忘れて怠けてしまっていたので、うん、またちゃんとやろう。あ、東京特許許可局許可局、許可局ね、でもやってました、ミュージカルやってた時一通りやりましたよ。なんかこう、なんだろう、ありました、早口言葉集みたいなのがだんだんランクが上がっていって、最後とっても難しくなるんですよ。やってたな、そういえば、あれいつやってたんだろう、小学校の時かな、やってましたね。最初は初級編からなんですよ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマみたいな、結構言いやすいやつから始まって、え、こんなのもやったかな、あの隣の客が書き食うやつとかうん、やってた、やった、これもやった、むぴょこぴょこ、むぴょこって何って思いながらやってたりしてましたよ。青巻紙とか、あれ、そう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 、思い出した、思い出しました。あれでもやると全然違う気がしますね。うんうんうん、だから最近も私滑舌がちょっと悪くなってる気がするのでたまにこうやってこうやって口を伸ばす運動をしています。私たちの職業の他にもこうお話しするね、職業だったりとか、お仕事で結構声使う方って意外と多いかと思いますので、ぜひあのおすすめの方法あれば教えてください。
では、あ、この時間何でしたっけ。赤パジャマ。あ、リポートだ。春リポート見ていきたい。何色、何色かな。赤、青、黄、黄、赤、青、黄。すごい。ビンゴ、やった。知らなかったですよ、本当に。やった。大阪府堺市堺区の方からいただいています。あ、今日いただいたリポートですね。お気に入りの山吹の花、花言葉は優美な女性。リーナさん、お幸せにって。ありがとうございます。なんか結婚。なんもないけど。リーナさん、お幸せに。虹の虹さん、お幸せに。ね、幸せの日ですよ。山吹色とはこのことですね。うん、とっても鮮やかな色が素敵です。水滴、雨粒がついているのもまた味があっていいですね。では続いての方見ていきたいと思います。おお、千葉県長生郡長生村アイリスさん。チューリップの長靴、オイラには大きすぎるんだなといただきました。かわいい。すごい、こんな大人っぽいシックな色合いのチューリップで作っていただいたんですね。今、あ、空ミッションの方でチューリップの花で長靴を作ろうというミッションが行われています。はい、こちら、これかな。はい、ここにもあるかな。あ、え、すごい、かわいい。めちゃくちゃかわいい。カエルさんもなんか傘がありましたけれども、この今日開催の春の空ミッションの一つになっています。ご覧のミッション現在オープン中ですので、ぜひ皆さん参加してみてください。かわいいな。アイデアもとっても素敵です。では続いての方見ていきましょうか。こちら、お、絶景だ。豊後大野市、大分県です。リポーター名 MH さん。桜の額縁の向こう側には滝が見えます。え、行きたい。すごい、これなんていう滝なんだろう。何の滝かな。滝が大好きなんです。自然がいっぱいで、桜の額縁、これもね、今ミッションでオープン中なんですけれども、桜ももう満開で見ごろで、うわー、とっても素敵ですね。確かにこれは滝はちょっと川幅的には、幅が広いから花いかだにはなるかどうかという感じですけれども、これもまた素敵ですね。絶景スポットでお写真撮っていただきました。では、うん、あ、ではここでお衣装のご紹介していきたいと思います。滝をバックに、失礼いたします。あ、すごい、写真撮影もできました。桜の額縁の素敵なリポートの前で今日のお衣装をご紹介していきたいと思います。はい、ここでです。今日はトップスオペークドットクリップさん、スカートはシューラルーさんです。ゴージャスなお衣装ということで、あの2つブランド、神戸に本社がある会社さんで馴染みがあるんですよ。そう。そうなんです。大きいね、ビルがあります、海辺に。そうなんです。あ、これ素敵ですね、桜ランウェイ。スカートは花柄がポイントで、え、桜なんかな。え、もしかしたら桜かも。花の先が分かれてる。桜、梅、桃かも。これクイズできますね。ぜひ皆さん、私の今日のスカートは桜か梅か桃か。フラッシュ、だいぶこれ分かんないですよね。いや、でもとっても素敵なスカートの柄です。そして今日のアクセサリーはアクセサリーズブラッサムさんです。パールとゴールドが
揺れるデザインでとっても素敵、めちゃくちゃこれが可愛くてお気に入りです。今日も華やかで春らしい装いとなっております。こんないただいた絶景のお写真の前で今日のお衣装のご紹介でした。